よしはい皆さんこんにちは、えー、数学講ーの下島祐一郎ですそれではですね第270回2級2次、えー、問題5こちらの方を解説していきますなおこの検定はですね、えー、平成27年7月11日土曜日に行われた検定でございますそれでは行きましょう、えー、いわゆるですね2級2次ですね数学検定なんですけど2級2次はですね、えー、5番いわゆるオリジナル問題です特有問題ですね数学検定の特有問題でございます 今回はですねこの整数に関わる問題なんですけれども素数をちょっとうまく利用しながらですね、えー、やっていく問題でございますそれではやっていきましょう1番からいきますけれどもまず大元の問題文からきちんとですね、えー、読んでいきますはいでは行きましょうこれ選択問題でございますはい。 えー、ある整数の平方2乗で表される数を完全平方数と言います。完全平方数でない正の整数 n に対して fn を次のように定義します。で定義したものがこちらに、えー、記載されております。でなおこれも問題文にもちろん記載されております。はい、n イコ、えール A0 A0 A1 A2 AL ととし小小小小ななななりりり…りいう正の整数列を作って かける A1 かける A2 かける点点点かける AL が完全平方数になるようにするとこのような列のうち AL の値が最小のものについて Fn イコール A0AL ですね AL としますということですねなのでかけたものがですね一番小さいまあかけたものの中でも一番 えー、最初になる数ですねこれを AL としましょうと例えばっていうのが、まあ、次に書いてあります例えば N イコール2の時 2×3×6 イコール6の2乗と 2×8 イコール4の2乗確かに6の2乗も4の2乗も平方数になりますとも、まあ、に完全平方数ですが、えー、6小なり8です。 6と8は6の方が小さいですので AL の値は6より小さくできないので F とと表しますということですね、はいえー、これについて次の問いに答えなさいこの問題は解放の過程を記述せずに答えだけを書いてください整理技能ということですけれども一応説明はいたします。はいまあ、これどういうことかとお話しますと、まあ、2の場合の具体例が載っていましたけれどもあのこれはですね例えば えー、4の2乗も6の2乗も確かに平方数ですけれどもあのこれ素因数分解すると8っていうのが実は 2×2×2 なんですね。で 36っていうのはですね2で割りますと18で18を素因数分解するとこれ 3×3×2 なんですね。でそうするとこの場合は、えー、要するに2の2乗っていうのが2つできますよね。なので2の偶数乗個いわゆるその数のそのいわゆる素数の偶数乗個それを作ればいいわけですね。で例えばこれ偶数乗4個できますのでそうすると2の、えー、2がですね2の4乗ですよね。2ののの乗乗はでですので、えー、まあ 表すことがで,きますよとで問題はこの8っていうのは確かに2の3乗ですけれども。 8をですね、2つ以上の積、えつ以上で2より大きい積で表すことができるかということなんですけど、実はこれはできないです。1かける8にしても2、2かける4にしても、これ1かける8は2より小さいのでまず1が2より小さいのでこれは矛盾すると、問題文に矛盾するということですね。2かける4ですと、これもやはり小さい数、例えばここが2だとしたらここは2っていうことはありえません。なのでこれも矛盾してしまいますので、2つ以上の積では表すことができないので8になりますと。 まあこれは候補の一つですよねで。今度6の2乗っていうのは36ですけれどもはい36を2で割ると確かに18です。で18は先ほどお話したように素因数分解すると 3×3×2 なのでこれは3が振、えー 二つありますよね。で、二が二つありますよね。そうすると、三かける二っていうセットが二つできるわけですよ。で、そうすると、三かける二かける三かける二なので、いわゆる六の二乗ですよね。なのです。これになるわけです。で、この場合、じゃ、十八っていうのを二つ以上の積で表すことができるかということなんですけれども。一かける、十八、これは一が、矛盾してしまいますよね。それから二かける九。これも二と二というのは、イコールになってはいけませんので、矛盾してしまいます。ただ、三かける六というのはオッケーなんですね。 はい、ここでこの 3×6 っていうのが出てくるんですけども 3×6 はこれ2よりも確かに3も6も大きいので、えー、この条件きちっと満たします。で答えの候補としては6ですよね。 はい6と8を比べた時にじゃあどちらが小さいかっていうとこれ6になるので答えは6ですよっていう話になってくるわけです。例えば2の累乗ですと次はまあ8のの乗乗とか10の2乗っていうのをまあ調べますけれどもそれを考えてもや,やはりですね6を超えることはありません。なので答えは6といった形になります。でそれをですね括弧1は5でやってくださいよっていうことになります。 あすいませんちなみに括弧には次の動画で、えー、解説いたしますはい、えー、まず括弧1からいきましょう F5 を求めなさいじゃあ5っていうことであれば例えばまあ5の2乗ですとか10の2乗ですとか15の2乗20の2乗、えー、25の2乗30の2乗っていうのを考えていただければよろしいですよね。でその中でじゃあこの AL 一番小さくなるようにするためには、えー、かけた数の中で AL が小さくなるようにするためにはっていうのを考えればいいわけですね。 でまず考えるのは 5×5 の25なんですけどこれは残念ながらないです。なぜかというとはい先ほどお話ししましたように例えばここが5だとしたらここ5っていうことはやってはいけないので5より大きい数をかけてその、えー、平方数になっていかないといけないということですので、えー、といいうのはないですですのでまず 10×10 10そこから考えましょうか。はいそうするとですねじゃあ 10×10 10これを考えますとこうなります。やってみましょうか。はい いきましょう。まず十かける十っていうのは、こうですね。五に。何をかければ十の二乗になるか。そうすると、これ二十ですよね。はい。で、二十というのは実は。はい。 確かに5かける2っていうのが10ですからそうすると5522で5に105に10確かに10のセット2つできますよね。はいであとはこの20というのを2つ以上の積で5より大きい数で表すことができるかってことなんですけど実はこれ残念ながらできません。えー、5より大きい数ですと例えば5し20というのはありますけど5と55し20がありますけどここに矛盾してしまいますよね。ははいいい、えー、っていうののがこれ矛盾すするのででなんですね、はい なので五四二十も二かける十も一かける二十ももちろんダメということですよね。はい。なので答えの候補としてはまず一つ二十が入りますよというだけです。はい。次は同じようにいきましょう。五かける十五の二乗ですよね。そうするとここいくつかっていうと一つの数とこれ四十五です。はい。四十五は答えにはなりません。 20が20と45、20の方が小さいですからね。はい。ただ45は素因数分解したときにこれは5かける3かける3です。そうすると5が2つで3が2つですから5かける3というセットが2つできるわけです。いいですか。はい。そうするとじゃあ45っていうのを2つ以上の積で5より大きい積で表すことができるかってことなんですけどこれも残念ながらできません。えー、なぜかとお話しますと一番えそのかけた中でですね。 組み合わせた中でですと1かける45、3かける15、5かける9、どれもですね1も3も5もこれに矛盾してしまうんですね。そうするとこれも2つ以上の積で表すことはできません。もちろん2つ以上を表す表すことができなければ3つ以上ももちろんできませんよね。はい。次行きましょうか。今度20いきますね。5かける何とかが20の2乗ですね。 で20の2乗になるためにはいくつかっていうことなんですけどこれ80ですちなみにはいそうすると80っていうのは実はこれはですね 5×2222 になるわけですね。 いいですかそうするとこの場合ははい5 2 2 5る2る2で20なわけですよ。でそうすると522っていうセットがこれで2つできるわけです。いいですかそうすると522のセットいわゆるまあ全部かけて2 0ですよねその。そのセットが2つできるということなのでこれは5が2つ2が4つで、えー、偶数個になりますよね。それを考えればよろし,よろしいわけです。いいでですかで 80をじゃあ5より大きい2つの積で表すことができるかというと1つだけあります。これです8 10確かにそうですよね。8も10も5より大きいわけですね。で AL に当たるのはどれかというと10ですよね。ということは今これ有力候補です。この時点ででではは消えましたね今10が有力候補ですすいいですか、はいか ちょっとあもうちょっと考えてみましょうかはい、えー、そうすると今度は101520といきましたから25いきましょうかこれ実は125ですで125は残念ながらですねこれ表すことできないんですねなぜかというと125自体がこれがですね これが 5×5×5 なのでどちらにせよ 5× 何とかしか表すことができないんですねそうするとここに矛盾してしまいます5と5がイコール関係になってはいけませんいいですかはいあと1個考えましょうか5何とかが30のはい計算するとここいくつかというと180ですそうすると180は52が2つ 3が2つですよねそうすると 5×2×3 でこれ30なんですね。でそのセットが2つできますよということです。はいじゃあ180っていうのを2つ以上の積で表せるか考えましょう。3つ候補ございますえー、6×309×20、えーえー、あとは 10×18。はいこの3つができます。 ただしこの、ね、302018いずれも10より大きくなってしまいますのでこれもこれもこれも全部10より小さくなってしまうんですね。とするとこれには及びません。ということはこれ以上、まあ、調べていってもですね実は10よりは小さくはできません。なので答えは F5 イコール10とはいこの10はこれですねはいこういった形になってきますよろしいでしょうかはい えーとそうしますとですね一通り、えー、まあ一通りですね、えー、解説していきましょうはい5の場合ですけれども5525これはないですということですねまあそれは先ほど説明した通りですで今度10の2乗まあ20ですけどこれは2つ以上の積で表すことができない5より大きい2つ以上の積ですね、えー、次15の2乗45これも2つ以上の積で表すことできません。でそうすると80 次20の2乗で80ですけど、これ実は8かける10というのが1個候補がございます。確かに5より大きい5より大きいですもんね。はい。そして125これ表せません。で180555ですよね。で2233と行きますので、そうすると6かけ30、9かけ20、10かけ18とこういった形になるわけですね。ただしこの10には残念ながら及ばないということになりますので、そうすると。 これが答えと、F5 は10ですよっていうことになっていきます。で、これ以上調べても実は答えはこれには及びません。2つ以上の積で表したとしても10には及びません。残念ながらというのはなぜかというと、5かける何とかで、あのどん,どん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 数が増えていくだけですもんね。それを考えていただければよろしいのかなと思います。はい、それではですね、まず第270回、えー、2級2時、えー、問題5、えー、解説の方を終了いたします。ありがとうございました。